クオーラはユーザーコミュニティで作成、編集、運営を行う Q&A サイトである。2009年6月に会社を設立し、2010年6月21日にウェブサイトを立ち上げた。質問と回答の収集を行っており、ユーザーは質問の編集を提案することで共同作業が可能になっている。主な競争相手は、 レジットのようなソーシャルブックマークサイト、チャチャのようなソーシャルネットワーキングサービス、そして数多くの Q&A サイトである。かつて Facebook に勤務していたアダム・ディアンジェロとチャーリー・シーバーとの共同で設立された。ディアンジェロは2010年1月にクオーラを立ち上げるために Facebook を退職している。ディアンジェロは自身とシーバーがクオーラを立ち上げた理由は インターネット上では、どの分野だろうと、疑問や答えが大量のサイトにあると考えたけど、未だに誰かが主導して本当に良かったものを、構築する人がいなかったからと述べている。2010年12月において、クオーラのユーザー数が急増を見せた。2011年1月時点で、クオーラの登録ユーザー数は、推定50万人であった。 2011年6月、クオーラは、サイトをリニューアルし、インフォメーションディスカバリーを作成し、ナビゲーションを容易にしたが、ウィキペディアに告示している点があると指摘された。2011年9月29日に iPhone 対応の、2012年9月5日に Android 対応の公式アプリケーションを公開した。2012年9月、共同設立者のチャーリー・シーバーは、 企業顧問としての肩書きを保持するものの日常的な業務からは知りくことを発表した。2013年1月、クオーラはブログプラットフォームを立ち上げた。クオーラを使用するにはハンドルネームではなく実名での登録が必要である。また自身のツイッターや Facebook アカウントをクオーラのアカウントとしてリンク、ログインすることができる。クオーラのコミュニティには スティーブ・ケース、マーク・アンドリーセン、ダスティン・モスコビッツ、ジミー・ウェールズ、ジャスティン・トルドー、アシュトン・カッチャーといった著名人も参加している。クオーラユーザーの最大グループは、ニューヨークに続いて、シリコンバレーに位置している。クオーラは、回答のランク付けに使用する独自のアルゴリズムを開発しているが、ペランクと同じような動作をする。ウェブサイトを動かすサーバーの管理には、 アマゾンエラスティックコンピュートクラウドの技術が使用されている。2011年8月、改善のためにインフラに使用している Python 実装をクパイソンからピッピーに切り替えた。2012年8月、ブロガーのイヴァンキリギンは知人がどんな質問を見ていたかで知人の行動を監視することが可能であったと指摘した。2010年3月、 ベンチマークキャピタルがスタートアップとしての価値を8600万ドルと見積もった上でクオーラ2100万ドルを投資した。2011年2月ビジネスインサイダーによればクオーラの企業価値は1億ドルを超えているのではないかと噂され公開会社でない株式会社として3億ドルの買収提案を断ったとされる。2012年5月クオーラは 企業価値が4億ドル以上と見積もったシリーズ B 投資で5000万ドル増資した。そのことで投資額の総額は6100万ドルになった。共同設立者のディアンジェロは Facebook 株の0.8%を所有しているが B 投資で資材から2000万ドル投資したとしている。クオーラはニューヨークタイムズ、USA トゥデ y タイム。 デイリー・ケレグラフに賞賛記事が掲載された。ロバート・スコブルによれば、クオーラは、ツイッター、フェイスブック、グーグルウェーブやユーザーが、コンテンツに投票するシステムをベースにしている、同様のウェブサイトの性質を組み合わせることに、成功しているという。しかし、スコブルは、後に、ブログとして恐ろしいサービスと批判するものの、競争相手より、実質的ではないが良い。 まともな Q&A サイトであると評している。デイリーテレグラフは、クオーラが規模でツイッターを抜くであろうと予測した。また、ニューヨークタイムズも、クオーラをエアビアンビー、ドロップボックスとともに次世代のマルチビリオンダラースタートアップと評した。2010年、ディアンジェロとシーバーは、クンマネーのスマーテストピープルインザテックという記事で、 スマーテストエンジニアランナーアップと称された5人のうちの2人としてインクによるトップ30アンダーマイナス30の2011年起業家リストにそれぞれ入った。クオーラは携帯機器でモバイルアプリケーションを使ってブラウズすることに力を入れている。ありがとうございます。